ートフォーラム、これはちょっとブログで見つけた記事なんですけども、これも参考になります。琉球王国は中国との朝貢貿易のほか、1520から1570年までタイをはじめ現在のインドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンにあたる東南アジア全域にわたって貿易船を派遣し、中継貿易国家としての名を馳せた。一方で各地域でも王府の手によらない私貿易が行われていたと推測されている。しかし世界史が大航海時代に入り、スペインやポルトガルといった国々がアジアに進出するにつれて、その勢力に押される形で衰退していった。こうした中で八重山の人々と西洋人との接触が起こるようになっていったと。これちょっと説明が端折ってますよね。西洋が来たから八重山に来たんじゃなくて、実は日本が鎖国をしたから再入国の地として沖縄にやってきたんです。再入国して鎖国をして追い出すんですけれども、スペインポルトガルまで帰ってねって言ってそのまま帰るわけでは彼らはありませんので、スペイン人は出てけって言ったらヨーロッパまで行かないですよ。ここにまでクリスチャン追放ってまたここに来ないです。また行きたいなあっていうと近いじゃないですか。だからここに来たわけです。真っ先にもう一回、もう彼らはクリスチャンですから、キリストを信じない未開の日本人の人、日本人を宣教するためにもう一回命がけで死んでもいいから日本に伝道しに行くんだって言って、日本に来る前にここに来るわけです。でポルトガルだったら多分マカオに行くでしょうから、マカオからまた日本を目指してまたここに来ると、またちょうど通り道だから必ず沖縄が通り道になるから、追い出したクリスチャンが入ってくるときには必ず沖縄から入ってくるということで、このやたら接触が多くなるんですね。こうした、16世紀に入ると南蛮船が八重山諸島に頻繁に姿を現すようになった。記録に残っているだけでも1522年頃に西表島薗、1622年に石垣市富崎、1639年に波照間、1640年に西表、1659年と1692年に与那国、1697年に石垣島カビラで船の漂着など西洋人が島民と接触している。その際には食料の援助が行われたり、キリスト教が伝授されたり、あるいは養女が連れ去られたりといったことが起きた。西表島星立の祭り七では仮面の男おほほが現れ、札束をばらまき、帰省で村人に追われるが誰も相手にされずに去っていくが、このおほほは漂着した西洋人がモデルとされている。17世紀後半には異国船に対処するため八重山の各島に島民台が設けられた。おほほというのが石垣島にあるらしいんですね。そういう踊りが、これも探してみました。おほほした仮面はまだお方じゃなくて、あれは多分ミルクって言ったの、ミルク菩薩のミルクの方ですね。多分最後出てきます。お方が。
まあ、これが方法ですね。はい、今のがこれがあのポルトガル人だかスペイン人だかは分かりませんが、あの言われてみればそうかなという感じが、ヒレは長いですし、なんか靴はブーツを履いてましたし、そういう感じかなというふうに思います。はい、鎖国令とあと沖縄のキリシタンのクリスタルの南蛮船の事件、この辺書いてる本っていうのは少ないんですけれども、最近見つけた本で、家光はなぜ鎖国をしたのかっていう、こういう文庫本で出てるんですけども、これはかなり珍しい貴重な本だなと、まあ、鎖国のプロセスをかなり詳しく書いております。その中で、まあ、沖縄に関するところをちょっと今に関連するところを読み上げます。奉行らが見聞したところ、まあ、1636年ぐらいなんですよね。奉行らが見聞したところ、それはルソンの川舟で、銀の鎖はキリシタンの持ち物に合いなかった。利重は1633年琉球に潜入して捕らえられ、長崎に送られたイスパニア人宣教師が琉球で牢にいるうちにルソンに送るために書いた手紙の話をした。その手紙には、ルソンと琉球はほど近いので、まずこの島へキリスト教を広め、次第に日本に広めようと談合して琉球に渡った。琉球人は無欲の体で心安く見えたが、ここには日本人が来ていて厳しく取り締まっているから布教は困難であると書かれてあったという。利重はこのようなことを話した上で、鹿児島藩にキリシタンの潜入に心を入れるように命じた。鹿児島藩はいよいよ琉球の沿岸防備の必要性を感じることになる。翌寛永17年ですので1640年、南蛮船が八重山に来航し、島民を殺害し、養女を一人さらったという報告が琉球より持たされた。鹿児島藩は即座に渋谷四郎左衛門ら鉄砲100艇で武装した軍隊を調査のため八重山に派遣することにした。しかし四郎左衛門の持病が再発し、もう一人の責任者平島紀一も病がひどく、吉兵衛をに交代し、ようやく18年に琉球側の役人とともに西表島に到着、南蛮船の停泊現場を調査した。この事件を契機に1648年まで鹿児島藩の役人が交代で八重山に常駐することになった。これを大和在藩という。琉球は対イスパニア防衛の最前線基地と位置づけられており、ここの防衛に関しては鹿児島藩が全面的な責任を負っていたのであると。鎖国と同時に対スペインの最前線の責任は鹿児島藩で、その最前線は八重山であったと、1830年真ん中ぐらいというのが、これが今日のテーマである江戸時代の防衛最前線だった沖縄ということであります。で、これに、これと同じタイミングで遠見番、まあ、沖縄では火番組と言われておりますけれども、こういう泥次第、こういったものが、作られました。で、この本によると遠見台が作られたのは沖縄だけではなく、まあ、鹿児島、和歌山、全国いろんなところで、この時期鎖国にしたんだけども、いわゆるバテレン追放したんだけども、また彼らやってくるからしっかり見張っとけよっていうところで、いろんなところで見張りの命令を出しております。ネットでですね、遠見番で写真を検索すればいくつか出てくると思うんですけども、遠見台、遠見台で宮古島と出ておりますが、画像で見てみましょうか。沖縄の方が結構出てきますけれども、沖縄以外上島、
鹿児島で探しましょうか。鹿児島県にも東海湾公園とかっていうのがありますね。これ、結構あちこち調べたら東海台とか東海湾とかっていう名前でいろいろ出てきますので、まあ、高いところに南蛮船が来ないかということで作られています。これはこの家光が鎖国をした時に南蛮船を見張るためにあちこち作っております。だから江戸時代ずっと平和だったみたいな錯覚で、まあ、私も不勉強でそういうふうに錯覚してたんですけども、この1630年代鎖国令というのはこれも一種戦争だったんだというふうに、この南蛮人を追い出すための戦争と、あとはそれと同時に貿易をどう続けていくかというこの難しい舵取りをしながら乗り切ったのがこの家光の時代なのかなというふうに思っております。で、先島の東海湾はかなり、この重要遺跡として基盤向いということでたくさん残って、おります。これでのろしリレーというのが行われていたらしくてですね、西表島、こちら西表島ですね、それはこちら石垣島、まあ、例えば、この波照島の方です、あ、ここ南蛮船が来たとかこの辺通ってますと、まあ、ここで見つけた人はここに行きますし、この荒城島というちっちゃな島で見つけたら黒島、竹島と、まあ、もしくはこうリレーでどんどん渡っていくんですね。でこの時にも、このあんまりちょっと珍しい本で琉球王唐使というので、ちょうどこの時代の昭憲王の時代、これにも のろし台のことが書かれています。日本の船だったらのろし1つ、南蛮船だったら2つとかですね、何だったら3つとか、まあ、そういうのろしの上げる信号も全部決めてて、それで、リレーをして、で最後はここは殿城、まあ、今も市役所のあるところですけども、ここに来ると今度は船で狩猟法まで行って、この狩猟法まで行ったら今度は、また南西諸島伝いにずっと、まあ、山川港まで船で、南蛮船が来たぞということを伝えるという、この誰がどう船を越えたかというところが不思議で不思議でたまらないですけど、昔の人はどうやって、まあ、早馬ならぬ早船ということで行ったので、本当不思議だなというふうに思います。まあ、この飛板向い、まあ、東海湾、まあ、沖縄では飛板向いと飛板堀というか飛板向いと言いますけども、とこのクリスチャンの関係、まあ、これを見れば沖縄が対南蛮の防衛最前線だったというのが、分かります。まあ、それ以外にももう一つ、この同じ時代にですね、鎖国をしている時代に民進動乱、民進中間変態という言葉で呼ぶ人もいるみたいですけども、民から進に変わる時代、これがですね、ちょうど民の皇帝が死んじゃったのが1644年なんですね。1644年、先ほどの八重山に船が流れ着いたのいつでしたっけ、南蛮船が来たっていうのは大体同じ時代ですよね。1641年、この辺りですね、ちょうど同じ時期に明から清に変わってるんですけども、あんまり日本史では明から清に変わってもなんかスムーズに変わったみたいになってるんですけども、まあ、実は琉球ではこれは、あ、すみません、あちったりこちったりですね、
こっちがまあ真の、まあ、真でこっちが民なんですけども、まあ、ここで実情民が滅びて、生き残りの政権がずっと残っていくんですけども、この生き残りの民の南の民って書いて南民政権っていうふうに言ってる時代もあるんですけども、いろんな政権が立つんですが、この中で有名なのが丁成功という方。この方は、日本でも有名で、近松門左衛門が浄瑠璃で演劇をして、なんかもう史上最大の大ヒットをしたということで有名で、まあ、ちょっとこういう丁成功という本があるんですけども、要は民から追い出されて台湾までやってきて、まあ、江戸幕府にも、助けてくれと言ったりとかですね、やってるんですけれども、まあ、江戸幕府はもう結局助けなかったと。この丁成功という方は実は日本生まれで、平戸で生まれて奥さんが日本人ということで、お母さんだろ、お母さんが日本人ですね、お母さんが日本人、ですね。まあ、でも蓋を開けると何者かなって考えると、このお父さんとかも結局は海賊の親分なんですね。海賊の親分で平戸で、拠点にして海賊をやってると、まあ、中国の商人とやり取りをして、密貿易をやっているわけなんですけども、これ最近ようやく気がついたんですけども、薩摩が琉球で密貿易をしていた、平戸は幕府が管理してたから、密貿易じゃないというふうに感じるんですけども、これちょっと観点を変えれば、明は、実は海禁貿易鎖国してるわけですね。本当は貿易はいけないんだけども、貿易はいけないんだけども、厳しく取り締まれば密貿易はどんどん増えると、昔のアルカポネの時代の先ほどみたいな話、厳しくすれば違法者が増えるっていう状態で、民が厳しくするから海賊が増えて平戸までやってきて貿易してるっていうことになるんですけども、こっちの方が実は密貿易で、琉球の方はちゃんと民と国と国との関係があるんで、こっちの方が正式な貿易だったんじゃないかなっていうふうに逆のようにちょっと思ってきました。この「チャンネルアジア」をご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村晃祐先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。